皆さんおはようございます西良平です今日が9月22日日曜日ということで今日から終分の日ですねはいなんか昨日のコメント欄には霊能者の方がたくさんいたんじゃないですかっていう話があったんですけど何か皆さん見えてたんですかねはいそんな感じできっと皆さんのそばにもご先祖様がきっとついてくれてますよってことを忘れないでくださいねまあ今日は終分の日っていうことでもちろん、えー、このまあ、お彼岸に入ってますのでまあ、えー、お墓参り に行ける方た,ちはお墓参りただし今日結構全国的に雨だったりするので絶対に無理はしないってことだけ覚えておいてください。行けなくても私たちが遠いなってまだ仕事だったりするから行けないなっていう方たちはご先祖様のことを思って。 感謝のことを持って、そしてまあお仏壇の掃除だったりとかっていうこともしっかりやっておいてください今日みたいな日にまあ今日みたいな日っていうのは今日は秋分の日っていうことをちょっと詳しくお話ししていこうと思うんですが今日みたいな日に僕はやっぱりあのおすすめなのはお墓参りとか、えー、お仏壇のねちょっとお片付けきれいにしておくってことも重要だったりするんですけどもまあお花を飾るっていうのも僕はねいいと思いますまあ今までもずっと言ってきたことですけども お金を出して運を変えるっていう考え方よりかは生活習慣そしてまあ、えー、日々のねあの考え方。 意識することっていうことで変わっていくっていうことではあるんですが、まあ、お酒と塩とお花っていうのは使い方次第ではいい流れを引き寄せるっていうことなのであここでちょっとねあの秋の感じでススキとかも入れたりとかしてお花を飾ってみようかなっていうのもすごいいい流れを引き寄せると思いますよで今日は秋分の日っていうことで基本的にお墓参りそして先祖のことを思って手をご先祖様のことを思って手を合わせるってことなんですがまあ えー、ご先祖様のことを敬いそして亡くなった人たちのことを思って、えーまあ、その日をしの忍ぶっていうことですねなんですけども、まあ、この秋分の日っていうのは一応昼とと夜の長さが均等になると言われてますで実際のところを言うとちょっとだけ昼が長いみたいなんですけども、まあ、エネルギーっていうもの自体、ね、陰と陽のエネルギーっていうのが半々にバランスが取れる日ってことで、まあ、いろんなこと新しいことをスタートさせたりとか、まあえー、自分の直感がさえ渡ったりするっていうことで、まあ、日本全国 もちろんのこと世界的にもこの日をね祝うことが多いとされてるんですが今日この日に、まあ、どんなことをしたらいいですかっていうことなんですが、まあ、今言った通りお花を飾ったりするのも良かったりします他にも言うと、まあ、直感が冴え渡るっていうことなんですねこの直感がさえ渡るっていうのは僕は好きな言葉ですけど好きな言葉っていうのは「思い立ったが吉日」ってこの言葉好きなんですよ。パッと思いついたらさっと動くってことまあいろんな人たちが言いますけども。 ピピッッッパパの法則っっててととと思いついつたらパッと動くっていうことでもしかしたら今ね皆さんが、まあ、お彼岸っていうのはご先祖様あの世とこの世の,あの距離がものすごく近くなってご先祖様の思いもそして僕たちの思いも伝わりやすいっていことで何かしらのメッセージをパッと受け取ったら「あっ動こう」っていう風にしてやってくれるといい日なのでこの秋分の日っていうのはスタートを切るにもいい日直感もさえ渡るってことなのでもしかしたら誰かは「 どうしよっかな前からジムに行こうと思ってたけどどうしよっかないや今だって思って行くっていうのも僕ありだと思いますしまあ他にもいっぱい何かの資格を取ろうかどうしようかな何これしようかなどうしようかなってな悩んでる時にいややっぱり今だと思って動いていくっていうこともとっても重要だと思いますなのでピッパの法則今日思いついたらよし行動っていうことを即実行ってことをねぜひとも心がけておいた上で何かそのメッセージを受け取ったらすぐに行動していく人たちがやっぱりね運が開けていく人たちですよってことも覚えててほしいです、まあ えー、昨日もお話した通りり食べ物は、まあ、おはぎコメント欄にありがとうございます忘れてましたねほんとねあの春の、えー、お彼岸のタイミングで食べるもの自体をぼたもちこれボタンの花が咲く時期っていうことでそして秋は萩の花が咲くっていうことでおはぎって言われたりするんですけどもまあこれは間をメすスで豆のものを食べるってことを言ったんですがきな粉のものでも OK ですあ,のあんこがまだ苦手だって方い,いらっしゃると思うのでまあ、えー、おはぎで、えー、あんこそしてまあ きな粉のねおはぎでもよかったりするのでそういったものを食べる豆が入ってるってことなんですが、まあ、大豆は黄色いあのきな粉は黄色いっていこともそうですしあとはあ,のあんこは赤いあ,あんこじゃないあの小豆はちょっと赤い豆だったりするのであの体の浄化にもよかったりするんですが僕は、えー、昔ねちょっと教えてもらったことはやっぱ金運アップっていう、まあ、ここも一つなんですけどもよく僕が財布の色を買う時はあずき色なんですっていう話をしますね。赤茶色っていうのは 金運がアップする色です。よって言われたりしますし。しまあ、黄色とかあず、あのきな粉の色もね。あのそういったものだったりします。あの黄色いものだったりすると、あの金運を連想させ、あのしやすいってことだったりするんですが、他にも食べ物で言うと蕎麦うどんも言いましたね。特にお蕎麦は長寿の意味があったりしますので、お昼ご飯晩ご飯何にしよっかなと悩むんだったらお蕎麦を食べるっていうのもおすすめですね。まあ、そばアレルギーがある子たちはうどんでもオッケーですよ。長いものがいいと思います。他にも言うと、里芋もやっぱり結構地方では食べられることも多いみたいです。 1あの一つの房にいっぱい実がなるってことから縁起がいいってことでもう家族の繁栄だったり子宝だったりってこともそうですしあとはまあ秋の、えー、僕はフルーツですね、まあ、梨もいいですしやっぱぶどうは、えー、僕はこれは本当に旬のフルーツっていうのは抜群の効果がありますっていうしうちの妻が最近なんかえらくルンルンだったんですねどうしたのって言ったら「いい栗見つけちゃった」。 みたいな感じで、今日は多分僕のとところは栗ご飯にななると思います。なので秋の木がたくさん満ちてくるタイミングだったりするので食べ物もたくさん旬を迎えますでまあ秋分っていうもの自体は秋を分けると書いてるんですけどもこれ自体も秋がいよいよ深まってきますよ暦上ではもう秋には入ってるんですがいよいよ秋が深まってくる。秋が深まってくるとということは、あの まあ夏が本当に暑い時期だったのでその分エネルギーがたくさん大地とか、あのー、に詰まってるんですねそれ自体を吸ったいろんな食べ物自体がそのエネルギーが凝縮されてるタイミングだったりするので今年の秋に旬を迎える食べ物はたくさんエネルギーをふ、あのー、含んでると思うのでぜひとも今日は食卓にはね旬のものをたくさん並べて食べるようにすると元気にもなりますしそして運気もアップっていうことになりますよっていうことも一つそうです他にも直感がさえ渡るっていう話もしたんですがまあスタート行動するにはとってもいい 日ですってこの日がもう人生のターニングポイントになったっていう方、結構いらっしゃるんですね。まあまあ、前回ちょっと長い話をしましたけども、まあ、いろんな成功者の人たちがこのお彼岸とかっていうタイミングでいろんなメッセージを受け取って行動したりとか何かすることによって今考えたらあの時が僕の,、ね、あのターニングポイントだったなっていうことになる日が多いってこともそうです。他にも言うと まあ今日は雨が降ってたりするのでまあ全国的にどうなのかっていうこともあるんですけどもまあできるんだったら日光浴とかもとってもおすすめです睡眠不足とかで悩んでる方たちは睡眠の質を上げようと思ったら日に当たることが本当に重要なんですね陽のエネルギーをたくさん吸収するっていうこともおすすめですあとはパワースポットめぐりまあお墓参りやパワースポットめぐりってのもあるんですが雨が降ってる地域だったりすると絶対に無理はしないようにしてくださいねなのでまあパワースポットめぐりってもの自体がこのタイミングで良かったりするっていうのは まあ浄化効果が強いんですねもともと神社とかっていう場所自体は神聖な場所なので普段僕たちがついている余計な薬ってものが落ちていくんですがその効果が強く出るその薬がしっかり取れることによって神社で吸収するエネルギーっていうもの自体もたくさん体に吸収することができますよっていう方も言われたりしますし他でも言うとあ内側に目を向けるってことで瞑想ってもやったりしますけどもまあそれ以外で言うと僕は一時期冷水っていうもの自体に使っていくことによってやっぱ右脳が覚醒していくっていう感覚があるんですね。まあ 桜先生が言ってましたけども、えー、とれ冷水に浸かるっていう毎日冷水に浸かる方たちがいらっしゃるみたいでそういうグループがあるって言って、まあ、冷水に浸かって体を清める効果もありますしあとはそれで長い時間使って風邪ひいてもあれなんですけどねなんですけどもちょっと体を整えるっていう意味では冷水とかっていうものもおすすめだったりします浴びるっていうのも良かったりすると思いますよ。なので僕は冷水ちょっと 続けてみたいんですけどね逆にでもあれって風邪ひくっていうよりもしっかりとその上がった後にしっかりとあの体を温めておけば免疫を上げるっていうのも効果があるとも言われてるので試してみたいですね、まあ、それより、まあ、今日秋分の日っていうのはもう一番重要なのは自分の思いが形になっっっててていくって言われてる日だったりしますなので願い事が叶うとか叶えたいと思ったことが叶うきっかけになったりするっていうことで。 禁止という言い方ではないんですがなるべくならばネガティブな発言だったりとか、まあ、愚痴文句っていうもの自体を言わないようにって言われたりするんですがまあ 出出る時は出ます、はい、もうついつい誰かと喧嘩しちゃったついついイラッとしちゃったってことあるんですが僕的には肝心なのはスタートつまり今日の始まり朝ですねそして終わりを笑顔で締めるってことだけ覚えていただければなと思うんですが、まあ、今日私たちが口に出すことが形になっていくっていうことだったりするので皆さんはどんな願い事叶えい事を言っていくでしょうか まあ僕の中では願い事で言うと、まあ、ちょうどねこの台風の影響もあって被災地の方で、えー、雨がたくさん降ってますなのでこれ以上被害が広がらないことと早い復興を、ね、願います、はい、そして叶え事で、まあ、自分の力で叶えていくことで一つ口に出そうと思うならば。 まあ、10月21日の東京ドームですね東京ドームシティの講演会なんですけどもこれは桜庭先生が主催で、まあ、桜庭先生が今まで何人か出会ってきた中でこの人にちょっと喋ってもらいたいなと思う方たちがに、えー、前に出てお話しして僕もありがたいことに出番をいただいたんですけどもまあ会場とのね折り合いもいろいろあってなかなか受付開始ができなかったんですねだから告知もなかなかできなかったっていうことでもう1ヶ月ぐらいしかないっていう中に告知が始まったんですが。 まあここにたたくさんの方が来てもらいいいなと思います、まあ、それぞれの方たちが自分の今伝えたいって思ってる思いを、まあ、ある程度の時間の中で伝えていくっていう場所になっていくんですけども僕的には桜庭先生がやるテッドみたいな感じじゃないですかね。 あのいろんな講演家の方たちが出てあのお話しさせていただくっていうなのでちょっと気合いも入れてその会場自体をたくさんねあの人が来ていただければなと思うので、えー、ぜひともたくさんの方たちに来ていただいたらなと思いますであとは9月25日もあったりしますので、まあ、そういったところでたくさんの方たちに会って僕的にはここ僕的にはって言ったらあれですねあのたくさんの方たちにしっかりと感謝の気持ちを伝えていきたいなと思ってますね今僕は本当幸せだなと思います家族がいてくれてそして うん大切な人たちがいてくれてるっていうこの時間の中で今自分が溢れる分の気持ちをねたくさんの人に届けられたらなと思っておりますはいそんな感じで今日は、えー、ネガティブ発言禁止とは言いませんなので前向きな言葉笑顔で過ごした上で始まりと終わりが重要です途中過程で何かあってもあんまり気にしないでくださいなので今日私が何を口にしてそれを形にしていくのかっていうことをよく考えた上で、えー、たくさんの方たちと、えー、私たちの未来に対してね 思いを馳せてみてくださいねっていうことですはいそんな感じで今日も元気よく皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思いますでは行きます行きますぜせーのよっしゃーっていうことで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて